バスガイドの女性、バス会社の正社員で働いてきた。ところが小泉構造改革の規制緩和で賃金の安い非正規、日々雇用、これがね当たり前になってしまった。そこにコロナ禍なんですよ。4月以降仕事はゼロ、何の支援もない。同年代で仲の良かった仲間は命を絶ってしまった。非正規には休業手当払われない、休業支援金も届かない、フリーランスへの持続化給付金は打ち切り、生活困窮者への給付金さえやらない。これでは命を落とす女性がもっと増えてしまうっていう訴えなんですけどね。非正規の方が職業訓練をしながら次の職に就けるような、そうしたことにも政府として力を入れていきたい。今のバスガイドの方に届くメッセージでしたか。雇用の流動化とか、労働者派遣事業の規制緩和とか、こういう政策が取られてきて、その中で女性が構造的に不安定で低収入の働き方になってる。今休業支援金も届かない。その政治の責任をどう考えるのかと聞いてるんです。告発。